茨城県立石毛司法高等学校は、茨城県上総市に所在する公立の高等学校。司法と略される。茨城県立高校再編による統廃合により、茨城県上総市の茨城県立石毛高等学校と、同県つくば市の茨城県立上里高等学校とが合併し、2009年4月に開校した。敷地や諸設備は、 旧石毛高校のものをそのまま利用しているが、条例上は石毛四方高校と石毛高校は別々の高校である。なお、旧石毛高校に入学した生徒はそのまま卒業まで石毛高校の生徒として石毛四方高校と同じ校舎で学んでいたため、2009年4月から2011年3月までは石毛高校と石毛四方高校の生徒が混在して、 同じ校舎で学んでいたことになる。2015年度より教育課程が再編され、アクティブスクールとして再スタートを切った。千葉大学教育学部教授の後藤正信により作成された。四方筑波さんのイメージを背景として、石毛の愛と四方の S をデザイン化した。新しい時代を開き、そして髪型に伸びいくイメージを表している。また、S の文字には、 石毛四方高校の両側を流れる、絹川、古海川のイメージを込めている。合併に伴って、旧石毛高校、旧上里高校時代より通学区が広がったため、2009年4月から2015年3月まで、スクールバスが運行されていた。通常は、登校時1便、月光時2便が運行されていたが、2015年3月を、もって全廃された。つくば駅。 上里、吉沼、大曽根方面に運行されていた。ありがとうございます。